ナロさん、ナロさん。だよ。なんでイラついてんだよ。だいたいこの入りだと、ろくでもないことさせられる覚えしかねえからだよ。暇そうなんだもん。暇そうだから、なんか楽しいことを差し上げようかなと思って。暇じゃねえよ。暇だろ、どうせ。エゴサしてたんだろ、どうせ。ちげえよ、電子書籍でトラブルダークネス読んでたんだよ。暇じゃねえかよ。素敵な作品だけど。あと他の人がいるときにトラブルダークネス読むやついないから。一人のときに読んでさ、いやあんま誰かがいるときに読む漫画じゃないよ、あんなの。いや名作だけどさ。ナロさんさ、最近SNS で北川景子がちょっとバズってんの知ってる？あ、そうなの？そう大悟のあの配偶者なんだけど。うん、それは分かるよ。あんまよく分かってないよ。おいし。大悟の方は、北川景子の、あの、瞬きの動画。はあ。というのも、あ、知らない？というのもね、なんかなんかバラエティ番組か何かで、はい、北川景子と、あとクリームシチューの有田哲平が、瞬きしない対決みたいなのをしてて、それが、なんていうのかな。瞬きせずにずっと目を開けてるっていう時間がすごいし、しかもそのまあ顔が美しいみたいなので、はあはあ、結構バズってたのよ。なるほど、うん、どれぐらい瞬き我慢してたんですか？その動画だと5分以上我慢してたかな。すごいね。結構すごいよね、5分すごいね。瞬きしないで、もうそこからちょっと俺アルゴリズム的にもう分かっちゃったんだけど、はい、人が瞬きしない動画はバズります。いやいやいや、しんどいしんどい。だからだからよ。だから俺のその YouTube スーパーヒットの法則に当てはめると7個かける瞬きしないで、これはバズです。おめでとうございます。いや先輩、俺大悟と結婚できます。なんで俺大悟と結婚できんだよ。せめてノルマっていうか目標教えてよ。そうね、だって北川は5は無理よ、絶対5は無理か。リアルなとこ30とかよ。30、いや30は短くない？本当に1じゃ目指そう。 1分。分かった。カウントは僕の。え、そんだけ？うん、そんだけ？やるだけ？やるだけだよ。あ、分かった。簡単でしょ、はい、YouTube って簡単なのよ。なめんな。まばたきしないだけでいいんだから。なめんな。5分間。それで15年伸びてきてねえんだから。でとりあえず1分は超えてほしい、せめて。俺のクリックリお目目をみんなに見せますよ。はい、じゃあ7個のノーまばたきチャレンジ、はい、スタートです。いいのか今の一瞬で。確かに一瞬で見えなくなった。あ、でも15秒。マジで地獄。22秒経過。うわ、やっ。26秒経過。31秒。今どうだ。今どうだ。閉じたか。今ちょっとむずいな。43秒経過。したね。今のは確実にしたね。今のは途中ちょっと結構怪しかったけど、あのね、疑惑のシーンがね20秒ぐらいの時にそうちょっとなんか気がする。そう、それが下まで閉じてんのかピクって動いたのか分かんなくて。いや、じゃあ5分絶対無理これ。あー、今だからもう完全に閉じたってなったのが45秒よ。絶対無理、絶対無理ですこれ。すぐ目薬さして。いや、すごいな5分って。あ、すごいね。思った以上に無理だ。いや、ちょっとでも1分は行ってほしかったな。向かる？もう一回。でも、はい、まあ、もう一回やってもちょっと目疲れちゃうから、多分やればやるほどみたいなとこあんの。はい、それはそうだ。多分記録が慣れるもんとかでもないしね。だからちょっと環境変えた方がいい気はするのよ。はい。で、まあ、今回ちょっと、まあ、7個がちょっと多分ドライアイとかだし、そんなに記録伸びないだろうなと思って、はい、で、これ記録が伸びないイコール再生数伸びないだから。そうだよね、40秒で。うわー、ダメだー。サムネに誰か瞬き40秒止めましたってサムネ。誰が見たいでな、そんな。あれ、北川景子があんだけ綺麗な顔で5分我慢するから、うんうん、そうそう、いいってことでしょ。12万人 YouTuber が40秒耐えて。
それじゃあちょっとさすがにその方程式から外れてしまうと思ったので、はい、まあ、ちょっと今回こんなチャレンジをしてみたいなと思うんですけれども、はい、七尾さん普段さ、はい、あのすごい集中してる時あるなと思って。すごい集中してる時、うん、あのね、はい、俺が見ててもあれ、わ、こいつ瞬きするのも忘れるぐらい集中してんじゃんっていう時あんのよ。ある、自覚ある。わかんない、なんだろう、あの、ね、ゲーム中。いや、ゲーム中は結構やっぱゲーム動くじゃん、ガシャガシャガシャっと、だから結構瞬きはしてる。いつ瞬きしてないか、いつめちゃめちゃ集中して目かっぴらいてるかっていうと、エッチなビデオ見てる時なのよ。いやおかしい、おかしいって。なんで俺がエッチなビデオ見てる時お前知ってんだよ。お前がエッチなビデオを見ている時、俺もまたお前を見ているから。深淵深淵だ。深淵って問いかけある。あれなんか見返すみたいな話だからさ、うんうんうん、俺がエッチなビデオ見てる時、お前またエッチなビデオって、うん、その別方向から俺のこと見てるやつがいる。俺は俺であり、エッチなビデオであるの俺が。どういうことや。まあ想像するに、でもどうせ目かっぴらいて集中して見てんでしょ。はいそうじゃねえかよ、はい、だからエッチなビデオを見ながらであれば、これ、まあ、さっき44秒45秒ぐらいだったけど5分いくんじゃないかな。なめんな。検証です、これ。人の体、人の人体を人の人体でもてあそぶのが一番楽しいんだよなので、はい、ちょっと試してみたいなと思って、はい、七尾さんには改めて、ま、ノーバーまたきチャレンジをエッチなビデオを見ながら挑戦してもらいたいと思います、はい、ちょっとね、僕もパソコン用意してきました。アホな動画アホなチャンネルその動画は先輩が選定してきてんの？ん？あ、動画、うん、そうです、そうです。まあまあまあ、選定って言ってもまあ普通のただの。ちょっとごめんごめん、ごめん、せめて寝取られ物にして。あー、せめて寝取られ物にしてほしいんだけど。ちょっと待って、ちょっとあの説明文読むね。うん、あ、オッケーオッケー、大丈夫、寝取られあると思う。あ、よかった、うん、じゃあちょっと落ちたよそうだ危ねえ、うっかり。じゃあちょっとこちらでまずこれセットして見てもらいましょうか。まずはサンプルで、サンプルが1分ぐらいなんで、まあ、1分の壁越えたら購入してやるよいや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 、うん、ちょっと待って、はいちょっと待ってください、これどうする、サンプル見んの？サンプル見て、サンプルでまばたきチャレンジ、うん、しよう。用意スタートって言ったら、じゃあ見るよ。うん、でサンプルでもうあの表示されるでしょ、うん、あの秒数が、はい、でもう自分でもう俺がストップって言ったら止めてください。はい、それでサンプルが止まったところが記録ですから。はい、さあ耳に入りましたか。はい、いやごめん、やっぱこれちょっと先に突っ込んだ方がいいのかな。はあ、なんでエッチなビデオのタイトル、うん、実録妖怪ドキュメントカッパ伝説なんだよな、何これ。まちょっと、まいやいや、エロいからとりあえず見てみるかじゃあちょっと始めるよ、うん、いくよ、はい、よーい、はい、スタート。いよいよもう見てるね。はい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 、見てるよ。オッケーオッケー、動いてない動いてない。いいんじゃないこれ結構。ちょっと集中して集中して、笑うと閉じちゃう、笑うと閉じちゃうって。いやいや、あ、いい、いいんじゃない。ちょっとさっきよりも20秒台いいんじゃないっすか。なにちょっと、集中してる？動いちゃうよ。あ、いやいや、ストップ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 。え、全部見れた？いや、1分5秒の途中な気がする。途中、あーだ、1分超えなかったね48秒。あー、もうあん全然伸びてないじゃん。いや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 、ダメだ、全然伸びてない。お前さ、うん、お前これやぞお前さ、そう見せこれやぞ。ね、取られてんだ。いや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 、もうなんか種族を超えて寝取られてんすごい気が散るわ
すごい気が散る。全然記録伸びないじゃん。なあ、いやなんかこれあの、うん、その釘付けだと見るというか、うん、こうやって二度見ーの何これみたいな。俺は 何見てんのって、普段こういうの見てない、ね、見ないわ。瞬きチャレンジでしょ、うん、やっぱ目に優しい色の方がいいかなっていう配慮もあったのよ。それ記録伸びるかなと思って緑の色の方がね。なんでカッパで検索してんのファンタボケ。やりにくい。じゃあもう七子のそのいいよ、お気にのやつでいいよ。お気にのやつあんだったらいいよ、それで。お気にの本気で、いや本気で、俺遊びでやってるわけじゃないから、これ本当に七子七子ちゃんっていうのを伸ばしたいと思ってやってるわけだから。じゃあちょっと一回ログインするわ。自分のアカウントにログインするわ。そんなたくさんあるわけじゃないんだけど、あ、購入してるやつだね。どっちにしよう、はい、秋葉系オタク野郎の虚婚に自慢の彼女がドハマりして寝取られか。寝取られ好きだな。お金を貸した同級生の新婚妻を3日間僕専用メイドで雇って中出し返済させた後、どっちがいい？え、なんかプライド捨てたんだっけ？なんかいろいろ守るもんって なくなったんだっけ、いろいろ。じゃあちょっと、はい、撮ってみますよ。はい、用意スタートで。オッケー。もう集中するからね。そうだね。じゃあ先輩用意スタートでいきます。オッケー。今までだから1回目が何もなしだと44秒、45秒ぐらい。カッパは？カッパは48秒。はい。でも1分超えよ。頼むわ。はい、じゃあ、まばたきチャレンジ、with エッチビデオ。微動だにしてないよ、微動だにしてないよ。眼球が動いてるが瞬きは全くしていない。40秒経過。いいよいいよいいよ。45秒経過。ちょっと危うげもないぐらい、はあ、すごいね。ちょっと待て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 、いや全然危うげもないぞ。まだ行く。ゾーン入ってんのか、これゾーン入ってるな、7個。完全にゾーン…あ、今やる、ストップストップストップ。あー、すごい。どう、体感どう？これね、うん、エッチビデオ見てる方が全然耐えます、うん、これマジで。え、どれぐらいいったと思う？いや、1分はいったでしょ。あのね、記録、はい、1分47 記録を1分以上、1分近く。これね、これ嘘だと思うでしょ。うん、ちょっと一回先輩やってみる、マジで。マジで一回、なんでだよ。じゃ一回やってみ。まあだから顔、俺が見たから。じゃあまず1回目のチャレンジ。はい、いきますね。うん、よーい、スタート。これ俺も先輩の早くね。ちょっと何してんの？何してんの？ちょっと15秒よ。むずくないこれ。15秒よ今の。ちょ、もう一回普通なノーマルやっていい？いいよ。何してんの？ミスったの。開きすぎたかも。そうかも。無理に開かなくていいんだもんね。そうそうそう。いきます。閉じなければいいんだもんね。はい、よーい、スタート。これ開いてんのか。目ちっちゃいな。
こっち開けろよ。これ閉じてない。目ちっちゃすぎて閉じてるように見えるんだけど。ヤジやめろ、やめヤジを。した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 、確実でした今。今時間かかりました。あ、ね、はい、あやったな。やったね今。すいません。やったな。つい出来心で。やったな。やりました。やったな。やりました。よし。実況させた。じゃあ今もうエッチなビデオ見てください。今どれぐらいだったのちなみに。今ねちょうど30秒。わあ、おや、お、7個より低いんだ。全然弱いですよ。マジで。じゃあ、まあ先輩です。このさ、お金を貸した同級生。どこで止めてんのよ。やめてよもう。そっからでいい？お前の途中から気持ち悪いな、なんか。そっからでいい？いいですよ。はい。いきますよ。じゃあいきますよ。はい。あ、じゃあそっちのスタートで俺再生するね。オッケー。大丈夫ですか？うん。じゃあ始めますよ。はい。よーい。スタート。あっしゃ、あ、でも42秒おっ伸ばした記録を、おっしゃ、はい、ストップです。もうちょっとだけ見させても なんでだよ。今いいとこあれですね、これで証明されましたね。まばたき我慢は、うん、エッチなビデオを見てた時の方が記録が伸びるんです。これじゃあさ、北川景子さんさ、エッチなビデオ見てたらさ、10分とかいっちゃうんじゃないの？それわかんないけどね。それわかんないけど。いやー、可能性すごいね、これ。これは、いい検証結果になりましたね。いい検証結果になったね。これ皆さんもちょっと試してみてください。何もないバージョンとエッチビデオ見てるバージョンで。そうですね。はい。試すか試すかなお疲れ様でした。ちょっと後で続き見たいからログアウトしないといてもらっていいですか。続きが気になって。ログアウト、ログアウト、ログアウト、やめてよ。俺それでそのアカウントでカッパ伝説買うんだから。ログアウト、ログアウト、カッパ伝説買わせてくれよ。ログアウト、やめてくれ。ログアウト。なしなしなし。いつもあなたの暮らしに微笑みを。チャンネル登録よろしくお願いします。